皆さん、焦点の時間でございます。危険なアルバイトを斡旋する皆さん、〇〇なバイトに興味ねえかなどですね、持ちかけてください。これはですね、この、まあ、体裁を保たなくても結構です。何言ってもらっても結構です。なんとかに興味ねえかとか、なんとかしねえかでも結構でございます。なんかしら危険そうなものに引き込めばいいよね。 OK です。私がですね、危ないんじゃないのと言いますので、さらに続けてください。じゃあ、はい、お、ロボロさん、多分皆さん思いついてるやつですね。ほ、危ないバイトに興味ねえかそれ危ないんじゃないの、頭湧いてんのか、危ない言ってるよ。ああ、言ったのに言うたもんな、今。だ、逆のパターンもあるけど、はい。え、トントンさん。え、めっちゃ安全なバイトはあんねんけど、興味ないか。そう、危ないんじゃないの、話聞いてた安全や言うてるやろ俺は聞いとんねん。怪しいけどな、そのバイト。確かにな、安全言うてる。安全なバイトってわざわざ安全性を強調するみたいな。逆に危ないって言ってるよね。マジでアットホーム並みに危ない。アットホームな職場、笑顔が絶えません。絶対危ない。はい。おー、内野さん、 A ミールにハニートラップを仕掛けたくないか。危ないんじゃないの。なーに、心配はやらねえ。おいらのバックではコネスマ会長がいる。えあれやろ、あの問題が起きたら出てきてくれる人やん、これ。いや、チーノ、多分この場合のウツ先生の危ないんじゃないのは多分別の意味やと思う。そうやと思う。いやな、エミの勘持ちまで見えてるからこれ。いや、言う、チーノ、それでエミさんにハニートロップ仕掛けて変に引っかかって、あの二人の関係って何ですかねって変に聞かれたらどうするの。はい、おでは、ウツ先生、シマ、チーズケーキに焼きごてを当てる簡単な仕事、興味ないか。危ないんじゃねえのそれ。普段人にやっとやろ、お前。やっとやろ。おい、根性焼き。あ、タンパク質は固まるけど糖分は溶けるからね。なんで話をしとんねん。なんで話をしとんねん。こちらは週刊かっこ各週シャオデーですが、おん、商店で使われてる気が扱われる気がしていたそうなので、お望み通りお題にしてやります。おお、空欄を埋めてください。わかりました。シャオちゃん見てる、その前に、その前にトイレ行っていいですか。許可します。行ってらっしゃい。あれ、自慢の間に考えとこう。はい、おー、ロボロさん、またライトなもんから。あ、ライトな、はいはい。これはそうですね、なんか体がだるい、寝た方がいい気がする。いや、あの文章つながってるけど、お前前の文章全部無視すな、お前。もう対策やばにしてるやん。いや、もう多分夏バテしてるんやろうな。うん、あー、なるほどね。対策間に合わんかったんやね。もう間に合ってないね、多分。はい、おー、内野さん。いや、俺はそうですね、一日おにぎり1個は食べる方がいい気がする。いや、食べんな、もっと食え。あいつ小食やからな。ちなみに多分あいつ1個も食わへんと思うね。よう、エネルギーが出るよな。いや、ほんまに。いや、多分だから違うとこからエネルギー出てんちゃうか。あいつなんかあれら多分隠れてチョコ食うとやろ。隠れてチョコ。ええやんけ。はい。おー、チノさん。あー、俺はそうですね、全裸。全裸がいいですね。頭がもう空っぽや。全裸。いや、テラテラ、お前ら間違ってる。真のシャオロンはこうや。はい。おー、いけ、トントン。はい。もうシャオロンはこうです。ない考えた方がいい。ない、考えた方がいい気がしてる。ちょっとこのフォントええな、教えてよ。何これ。これええな。はい。うん、小島さん。多分ね、これ減らったね、こいつ。減らった、うん、減らったね。何があった、減らるんや。あ、うん。あの、ここでみんな夏バテ対策で何かあるって聞いときながら甘えるな、知らんねんって。甘えるの知らんねんって言ってる。これね、夏バテで減らったね、これ。減らったね、シャオロさん。いや、減らったっていうか、切れとるやん、ただただ。よくしてるやん。酒飲んでる時のシャオロンかな。自分で聞いといて怒るから。